好，大家好，我是猪仔包，我哋又嚟玩呢个《刀剑神域：夺命空弹》嘅同人模式。咁啊，继续睇埋个几个剧情啦。咁啊，今次睇Yuki 啊。お、かっこいいな。買ったのか？うん、エネミー狩りしてたらドロップしたんだ。 GGO で剣ってなんか違和感あったけど、使ってみ。ああ、威力は大きいし、かさばらないし、対人、対エネミーどっちでも有効な武器だと思うよ。その割に使ってる人は少ないけどね。難しく思われてるのかな。一般的には剣より銃の方が強いと思われてるからな。ねえキリト、よかったらさ、この後デュエルしない？剣対剣の勝負か。確かにしばらくやってないな。だよね、僕もずっと剣同士でやり合ってなかったから。フレよし、やるか。 GGO にデュエルモードはないから普通に戦うだけになるけど。それでいいよ。ワクワクしてきたな。やっぱりいいな、この新しい貢献だし、慣れるまで少し練習するか。練習？そんなの必要ないよ。真剣勝負してくれるっていう話だったよね。早速始めようよ。よし、手加減はしないぞ。もちろん、手加減なんかしたら僕怒るからね。そこだ。うわ、しまった。ここまでだな。やっぱりキリトは強いな。それにしては随分回避された気がするけどな。動きも良くなってきてたし。慣れてきたのかな。最初は剣が軽すぎてさ。確かに軽いよな、この剣は。使ってて頼りなく感じる時はある。 ALO に比べるとやっぱりそうだよね。で、もう一戦やるか。うん、そこだ。ひゃあ、やったー、キリトから一本取ったよ。やられたな。あんなコンビネーション見たことないぞ。剣が軽いってことはそれだけ速いコンビネーションもできるってことだからね。俺もちょっと動きが鈍ったかな。でも今ので勘を取り戻したんじゃない。それじゃもう一戦。さすが勇気だな。もちろん受けて立つぜ。そうこなくちゃ。次が本当の勝負だね。今回も紙一重だったけどな。もっと戦いたいけど、さすがに疲れたかも。ああ、俺もだ。こんなに消耗した戦闘は久々だよ。ありがとうキリト。こっちこそお礼を言わないとな。剣でこんなに戦える相手は勇気しかいない。それって最高の褒め言葉だよ。じゃあそろそろ帰るか、みんな。行きたいけどなんか疲れちゃって、ここでログアウトしちゃおうかな。なんだ、そんなに疲れたのか。だったら俺が背負って行ってやるよ。え、それってつまりおんぶ？遠慮するなって。ここでログアウトするのは危ないし、安全なところまで戻った方がいいだろ。それはそうだけど、でもなんて。気にするなって。俺には妹もいるし、最近でもユイをおんぶしたりしてるから。妹とユイちゃん。あ、ほら背中に乗って。うん、ちゃんと捕まってろよ。うん、僕ってユイちゃんや妹さんと同じなんだね。うん、ううん、別に。こんなところアスナに見られたら
怒られそうだなって。まさか勇気をおんぶしたってアスナは怒らないよ。疲れた勇気を放っておく方が怒られるって。それもそっか。ねえキリト。うん。キリトの背中あったかいね。お兄ちゃんがいたらこんな感じなのかな。そうかもな。勇気がいいならいつでも兄貴になるぜ。うん。でもやっぱり他の人に見られると恥ずかしいかな。勇気がちゃんと歩けるなら拠点の直線で下ろしてやってもいいけど。そうだね。ありがとうキリト。どういたしまして。起きたのか、ユキ。ああ、そっか。キリトの部屋でおしゃべりしてるうちにいつの間にか寝ちゃったんだね。ごめんね、ベッドを占領しちゃって。僕ってすっごく寝つきがよくってさ、どこででも寝られちゃうんだよね。そうなんだな。ほら、言うでしょ、寝る子は育つって。たくさん寝た方が元気いっぱいにこの世界を走り回ることができるからね。でも GGO って ALO と違ってむしろ走り回っちゃダメな時が多くないか。物陰に隠れたり敵の様子をじっと見張ったりとかさ。そうかもね。正々堂々と真正面からバーンとやり合う方が本当は僕向きなんだけどな。なかなかそうはいかないのがGGO の難しいとこであり、やりごたえのあるとこだよね。確かにな。高い戦略性が要求されるってわけか。キリトとかいろいろと考えながらプレイしてて、すごいなって思っちゃうよ。僕はもうちょっと公園のこと思い出してって、よくアスナにも言われるからさ。今日も敵陣にいきなり突っ込んでいっちゃったり。陰られてるのも気づかず派手な技使っちゃったり。実際の戦場でそんな風に暴れ回ってたら目立ちすぎてあっという間にやられちゃいそうだな。でもなぜか僕ってば最後まで生き残っちゃうんだよね。まあ仮想世界の申し子ってやつだからかな。我ながら。おいおい、自分で言うかよ。じゃあ明日また暴れ回れるように今日はもう寝ることにしようっと。え、また寝るのか。言ったでしょ、寝る子は育つって。OK、 咁就再嚟。Yuki 系计呢个阿斯拉之外系比较多 figure 嘅一个刀劍角色。不知道新一季出這個愛麗絲之後會不會能夠超越他。我看玩具鋪是比較多 Yuki 除了阿斯娜之外，但我覺得他出現在這裡跟聖母聖榮篇的落差有點大，所以反而不是几能够接受到佢系游戏里面出现嗰种性格。喂，ちょっといいかな。わあ、ねえ、今日もキリトと一緒に寝てもいいけど、どうしたんだ急に。ごめんね、実はさ最近ちょっと寝つきが悪いんだ。どうしてだろう、横になるとなんかいろいろと考え込んじゃって、考えてるうちに頭がぐるぐるってなって時間がどんどん過ぎていっちゃう。どんなことで悩んでるの。それは現実のこともあるし、この世界のことも
あるかな。それってほら、この前も言ってたでしょ、 GGO だともっと事前に考えた方がいいのかなって思って。効率的な戦法や FPS の遠距離攻撃のコツとかね。なるほど、そういうことか。でもそれなら答えは簡単さ。え？考えるよりも実践あるのみ。そうだね、確かに実践で再現。あ、それがいいと思う。ありがとう。不思議だな、キリトに安心したら急に眠気が。おやすみ、ユウキ。はい。落ち着かないな。ユキ、また眠れないのか。そうみたい。寝る前に考え込むのはもうやめたし、前みたいにぐっすり眠れるようになったんだけどな。それにキリトの隣で寝ると寝つきが良くなるってこの前実証されたはずなのに。なんかさ、こうしてキリトの顔を見てるとちょっとだけそわそわするっていうか、ドキドキするってっていうか、変な感じだね。僕多分照れちゃってるんだと思う。今ね、この間練習に付き合ってくれた時のことを思い出してすっごくドキドキしてるんだ。ドキドキ。やっぱり剣を持ったキリトはすっごくかっこいいよ。かっこいい。ありがとう。アスナの気持ちがわかるな。確かに剣を持ったキリトのことを思い出すとドキドキしちゃうよね。またもう一回戦いたいなって思うんだよね。待て、ユキ、体を休めるのも戦いのうちだから明日しよう、明日な。そうだね、明日があるもんね。約束だよ、絶対だよ。我搞定，叫他买シドレア。おかえりキリト。ただいま。キリト一人？ということは今時間あるよね。まあ特に予定もないけど。それじゃあデートしようよ、デート。最近エネミーと戦ってばっかりで飽きてきちゃったんだもん。確かにこのところ狩りやバトルが増えてたかもな。腕を磨きたかったからってのもあるけど、根を詰めすぎると能率が上がらないんじゃないかな。たまには思いっきり羽を伸ばさないと。それもそうだな、他のメンバーもいないし出かけるか。そう来なくっちゃ。それじゃあ早速出発。それで欲しいものとか見たい装備とかあるのか。そんなの歩いてればそのうち決まるよ。ほらほら、あっちのゲームコーナーとかどう。キリトはゲーム得意だもんね。まあゲームと名のつくものは大抵好きだな。だよねだよね。私あ、ほらカジノバーだって、行ってみようよ。見て見てキリト、ディーラー体験。あなたもディーラーになってみよう。もしディーラーで勝てばその分のチップは総取りなんだって。やってみたい。え、あれを。でも向こうにいるディーラーの服って。すみません、私参加します。おい、ストレア。受付してきたよ。
ディーラーは専用のコスチュームがあるんだって。着替えてくるからちょっと待っててね。じゃーん、美少女ディーラーのストレアです。どうキリト？おねえねえ似合う？ほらほら目をそらさないでもっとちゃんと見てよ。おいおい、あの姉ちゃんずいぶん大胆な格好だな。あの子がディーラーやるの？だったら俺ちょっと寄ってみようかな。注目されている。何？やっぱり似合ってる？ストレア、その格好は似合ってるんだけどちょっと大胆じゃないか？そうかな。確かに少し胸が開いてるけどこれくらい普通じゃない？あ、もしかしてなんだよキリト、もしかして私をみんなに見せたくないのかな。もう独り占めしたいなんて欲張りさんなんだから。でも愛しのキリトがそう言うならしょうがないかな。なんパパ、あの男がディーラーちゃんの親子で GGO をやってるとも思えないよな。だったらあの二人は まずい、なんか変な誤解が生まれそうだ。ストレア、もう行くぞ。ちょっとキリト、そんな強引に。はい、着替えてきたよ。もうちょっと堪能したかったけど。今度はもう少し違う制服の時にな。その時は一緒に体験しようね、キリト。そうだな。さあさあ、皆さんベットして。赤ないですか？赤の人？ん？これはストレアの声。それじゃあ行きますよ。何が出るかな？ストレア、すっかりカジノがお気に入りになったみたいだな。でも普通の格好みたいだし、まあいいか。知りたいな。OK、咁啊。咁啊，今集就先嚟到呢度，我哋下集再见，拜拜。